い、カブパパです。カブママです。新年明けましておめでとうございます。新年のね、第一発目はここ赤城山に来てます。今日登る山はあの霧氷に覆われた山、地蔵岳です。抜けたと思った。年末からずっと、まあ毎年ですけどダラダラしてて、また太っちゃってね。まあこれは俺だけじゃないんだけどね。すごいきついですね今。地蔵岳はね、去年の正月も。まあ、上り止めというか初上りは地蔵だったんですよ。ただ上り口がねこっちじゃなくて、大洞の駐車場の方から登ったんですけど、あっちもなかなか急登で、でもすごい眺めのいいコースでした。で今僕らが登ってるコースは、去年の正月、下りに使ったルートですね。これを今年は上りに使ってます。こちらもね、非常に景観がいいルートです。今日晴れてるんでね、いい景色が見れるんじゃないでしょうかね。はい、八丁通りのね、駐車場着きました。だいたい出発から30分ぐらいですね。このね、すぐそこ車道が通ってるんで登ってこれるかもしれないけど、あ、去年車いたよね。車で来れるかもしれない。ただ四駆じゃないと多分ダメだと思います。はい、こっからね、地蔵の山頂、あの遥か上ですけど、まあ、目安が30分って書いてありますね。降りるときはね、確かね、去年の正月降りるときは15分ぐらいで降りてきちゃいました。ここは標高1498ということで結構高いね。はい、黒帯とかね、駒ヶ岳はあっちです。いや相当ね、雲が早いんで山頂は風強いと思いますよ。これはね、踏み抜き注意だね。そうだったよ、去年もね、踏み抜き注意だった。こここの見えた、このコナン、コナン、いやー、まっすぐ見ようがいいな。
いやー、登ってきた。ほら、このがさ、あんなちっちゃくなっちゃった。え、なんか見える？え？お、富士山だ。うわー、真っ白。はい、富士山が見えます。どうだろう、 GoPro でわかるかな。うわー、真っ青。すごいね。はい、アンテナ群が見えてきました。あっちが地蔵岳の山頂ですね。いやー、いやー、気持ちいいな今日は。屋根のは赤城山神社ですね。黒帯岳、黒帯山、駒ヶ岳。昼飯はね、これを食べるんですが、ここは何せね、地蔵岳っていうんですよ。まあ赤城山のね、中の一つのピークで地蔵岳でね、まあ、地蔵って言ったらね、やっぱり関西のね、金剛山で有名なね、あの地蔵、まあ、しげちゃんっていうのが僕の山友達いるんですけど、まあ、しげちゃんって言えばね、まあ、関西大阪ですから、まあ、今回ね、でそういうことで、これ関西風のだし香る、鍋焼きうどんということで、ちょっとこじつけでこれを食べてみます。今年2022年の株家の鍋はね、ちょっと進化してるんですよ。だから皆さん気づいたところありません？ないか。ないやな。あんま関心ねえもんな。いや、っていうか今まで一つの鍋を二人で分けて食ってたんだけど、まあそれはそれでいいんですよ。あの、残さないようにね、食べるにはそういう方がいいんで。ただね、どうしてもね、下山後腹減っちゃうんだよね。ということで今回からね、ダブルってことで。あったかい。はい、いただきます。いや、これ冗談抜きで、すっげーうまそう。ああ、うわ、おいしい。
あー、できたかな。やっぱね、風強い時はね、これ風防ごとね、雪で埋めちゃった方がねバッチリですよ。こんだけあったかいもん。よし、じゃあできた。というわけでございまして、2022年上り止め、ここ赤城山の地蔵岳の山頂からお送りしました。まさにね、雲一つない、これなんていうの、赤城ブルーっていうの、まあ何でもブルーつけちゃうんだけどまあそんな感じで、もう最高のね、お正月登山となりました。ということでございまして、今回もね、動画ご視聴いただきましてありがとうございました。また今年1年よろしくお願いします。カポバでした。